いろいろとその質問を所長に言っていきたいんですけども、よろしいでしょうか。はい、まず一つ目なんですけど、この木下建設様で今までこういった無人化施工っていうのはやったことはあったんでしょうか。いや今回が、初めての取り組みになります。はい、あそうなんですね。こう初めての取り組みじゃかなりこう意気込みも感じたんですけども、はい、今回どういった背景でこれまで無人化施工やったことないけど自動化遠隔化に取り組もうという形になったんでしょうか。はい、まあ7、8年前に、まあ、アイコンストラクションということで、まあ、国土交通省が、まあ、方針を進めてきてですね、でまあ、それがまあかなり浸透してきて、1年ほど前ですかね、このアイコンストラクション、次 2.0 というところで、まあ、施工のオートメーション化というところも歌われてましたん で、まあ、その辺を一回今回現場でトライしてみたいなというふうに思ってですね、検証の比較的しやすい現場かなというふうに思ってまして、今回採用という形になりました。なるほどですね。7年前から ICT がいろいろ普及していく中で、はい、いよいよ本社でも始まるということで、去年でもなく今年こそやるぞってなったきっかけ。それはやっぱりですね、一番検証しやすい現場ですね。はい、なかなかこの道路改良とかの現場ではなかなかまあやっぱり難しいですね。やっぱり、はいはい、その安全面に関してもそうですし、今回こういうまあ広い現場で稼働したという、まあ、まあ単純な工事内容なので、まあ、その辺で一番検証しやすいかなというふうには思いました。わかりました。そして日照連トール様経由でお声掛けいただいて、はい、実はもう昨日今日準備をしてきておよそ完了というところなんですけど、はい、今回見るのは初めてだと思うんですけど、ね、実際見ていただいて、はい、課題点とか良かった点それぞれお聞かせいただけないでしょうか。はい、まあ良かった点っていうのは無人で一人のオペレーターの人が2台を同時に動かせるっていうところで、まあ省人化っていうことはまあ図れるのかなとは思いましたね。まあいろいろ課題もあるとは思うんですけど、現場サイドで微調整するっていうのがかなりちょっとまだまだちょっと難しいんかなっていうところですね。その辺がまあ大きな課題かなとは思いますね。ありがとうございます。私も見ていてうまいことでもレイアウト組み合わせを考案されたなと思ったんですけど、うん、はい、そのホッパーとのこの組み合わせ、はい、これはやっぱり社内から出たアイディアっていう感じなんですか。流形処理っていうのはもともとちょっとやる予定にはいってたんですけども、なかなかその無人で、有人のダンプにですね積み込むっていうのはなかなかちょっとリスクが大きいかなっていうところで、まあ、その流形処理機だとまあそこにセットしたままでまあ動かないんで、比較的まだ安全面でも確保できるかなっていうところですね。なるほど。確かに国交省の自動化ガイドラインでも、はい、無人エリアと定義するか、はい、もしくは有人の機械が出入りするかで定義の仕方も変わってきますし、はい、管理面とかもよりリスク変わってきますよね。はい、なるほど、ありがとうございます。こちらの現場来月の26日に、はい、イベントがあるとお聞きしたんですけども、はい、どういったイベントかぜひ教えていただきたいです。そうですね、発注者である、和歌山河川国道事務所の、職員の方と直接工事の担当されている、五条出張所管内の、施工会社さんであったり、出張所長、はじめですね和歌山河川の、職員の方に対しての、勉強会っていうところですね。なかなかこういうことをやってる現場はないと思うんでですね、僕らみたいな和歌山県内のこの小さい C クラスの、ね、会社でもここまでできるんだぞっていうところをちょっと見てもらいたいかなというふうには思ってます。ありがとうございます。もし希望者がいれば、はい、そういった施工会社さんでも受け付けできるというふうにもお聞きしたんですけど、はい、そちらもご対応、はい、参加者が希望があれば可能ということですかね。はい、ということでなかなかない現場だと思います。はい、またその日は今回 その無人の投入以外にも、はい、また別の機械とかもそうですね、はい、入れて複数台の自動化も遠隔化も検討されているというところで、はいはい、そうですね、この工事通じてですね全ての機械無人化遠隔とですねにできればいいんですけど、ちょっとやっぱりコスト面でもですねかなりかかるところなんですね。今回は投入だけの遠隔の、無人施工っていうところでやるんですけども、見学会の時はプラスアルファ、キャリアダンプの、場内運搬の自動運転
だと積み込みですね、そこはまあ遠隔になるんですけど、まあ、その辺をちょっとやってみたいかなとは思ってます。いや非常に楽しいです。なかなか私も3台が無人化で動く現場っていうのはなかなかですね、もちろん見たことはこれまであるんですけどなかなかないので非常にワクワクしております。今まではこういった無人化の研究っていうのは乗ったことありましたか？乗ったことはないんですけども、国交省さんの事務所で、トレーニングというか講習を受けたことはあります。ああそうなんですね。はい。どんな講習だったんですか？無人でこの操作レバーをモニター見ながらとか、うんうんうん、目視で見ながらこうリモコンでやったことあります、うんうん、ああそうだったんですね。で今回この現場で、はい、初めて無人化遠隔化自動化をやるっていう、はい、最初聞いた時にどう思いましたか？こういう時代がほんまに来たんだなと思いましたね。あそういう感覚なんですね。そうですね、はい。で実際こう会社でもいろんな打ち合わせを経てどんどん進んでいって、うんはい、実際昨日ですかね、はい、研究やってきて動きを、うん、目の当たりにしたと思うんですけど、はい、最初の印象はどうでしたか？最初の印象はほんまにできるんかなっていうのは実際ありましたね。実際動き始めてみてどうですか？動き見て、動き始めて、まあ、見て、まあまだロボット感はあるかなという感じでした。なるほどですね。そうなるほど。まあ、そこから調整を経て、うん、高木さんからもいろんなアドバイス、うん、フィードバックもらって、はい、動きを取り入れたと思うんですけど、はい、今日はどうですかね、その結果改善した後の動き。前日よりもやっぱりそのスムーズになったっていうのはありますね。もともと結構こう大きく動いてましたよね、迂回して、はいはいはい、でそれが結構時間かかるんでってことで、ですね、ちょっとショートカットというか、そうですね、バケツもちょっと開いたまま旋回やってくださいみたいな要望も出しました、うんうん、ですね、はい。まあ、あんまり早すぎるとちょっとホッパーも近いんで限界はあるんですけど、はい、まあ、いろいろできる範囲で改良させていただきました、はい。まあ、ただ残念ながらまだ課題感とかも残ってるかなと思うんですけど、高木さんから見てここは今後改良してほしいなとか、はい、課題感がもしあるとしたらどういったところがございますでしょうか？まあ、この腕目いっぱい伸ばした時に止まりやすいかなっていうのがあるので、その点もまあ改善の方と、ここで旋回急に止まるっていうのもちょっと止まるというか、もうちょっと滑らかにこう上がっていくみたいな、ちょっと優しめに動いてっていう、ね、そんな感じですね。確かにですね、分かりました。もうそこはちょっと今後我々も改善していきたいと思います。はい。ありがとうございます。やっと始まったばかりということで、ここから5ヶ月間始まりますので、はい、これからどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。また途中途中もお話聞かせていただければなと思いますので、はい、分かりました。よろしくお願いします。またお願いしておきます。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。